ホーム北池袋駅は、東京都豊島区池袋本町一丁目にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は、TJ02。並走する東日本旅客鉄道赤羽線の、池袋板橋間にあり、板橋駅や次の下板橋駅が近くにある。下り線は東駅を出ると、北西方向にカーブして下板橋駅へ向かう。 下板橋駅までの距離は800メートルほどである。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームの両端に踏切がある。駅舎はホーム北西側にあり、ホームとは地下通路で連絡している。ただし、2006年に設置されたエレベーターは、橋上通路で連絡している。 池袋駅終着で折り返ししも板橋駅西側の留置線に入庫する回送列車は、優等列車と同様に、当駅を通過する。2009年3月18日より発車メロディーの使用を開始した。2020年度の1日平均乗降人員は7783人で、ある。近年の1日平均乗降乗車辞任推移は、下記の通り。 駅の東側には JR 赤羽線と池袋に行くの電流線が、東上線の線路に並行して立地している。駅前後の踏切は、最強線と合わせて4本の旅客線をまたいでいるために、ラッシュ時には平数の踏切と化している。駅北側には歩行者専用の地下道が整備されており、階段が急ではあるものの、ラッシュ時には自転車も通行している。 付近には、豊島区立池袋本町小学校、豊島区立池袋第一小学校、豊島区立池袋中学校、宿徳巣鴨中学校、高等学校、豊島学院高等学校、昭和鉄道高等学校、東京交通短期大学などの学校や、豊島区組に広場場池袋、豊島区立場池袋図書館、池袋本町郵便局が立地する。 駅改札口より、東方向に進むと上池袋交差点に至り、交差点付近に、都営バス総63.64、O40、O55 系統、上池袋4丁目バス停がある。ありがとうございます。